はい、皆さん、岩寿司です。今上海ディズニーランドにいます。今日は皆さんに50元で上海ディズニーランドでどのような肉系のスナックを食べれるかを試してみたいと思います。それではレッツゴー。まずこちらのレミーのパティスリーに来ています。こちらで50元で買える肉グルメを探してみます。このクロックムッシュクッポはなんと85元で予算オーバーしてしまいます。こちらのソーセージとチキン系は30元ぐらいで買います。早速買っちゃいます。はい、こちらで2点もらいました。1点目はこちらはチキンカレーポークの30元で買いました。このチキンカレーパフは鶏肉がいっぱい入っていてしっかり味がついています。生地はサクサクで美味しかったです。2点目はこちらのソーセージボードでございます。こちらもお肉たっぷり入ってます。お値段は35円です。このソーセージロールの肉も柔らかくて外のパンとの相性が良いです。35元で食べれる肉系の料理と考えれば大変お得のように思います。次はアドベンチャーアイルへ参ります。シマリスドスタックです。ここで50元で買える肉物があるのでしょうか。ここにチキンクリーンのラップとビーフキムチのラップがあると聞きましたが、いずれも60元かかってしまいます。次にトレジャーコープへ移動します。ターキーレッグなんと80元もします。これで50元の予算オーバーです。パスします。こちらも今日もやっていないです。残念。本当にやっていればこちらのソーセージサンドイッチを食べたかったです。筷子和纸巾不要忘记哦，右手边有座位啊，这边。はい、皆さん、餃子をいただきます。やっと35元で餃子、お肉入っている料理です。入手することができました。ではいただきます。普通の餃子です。普通の餃子です。はい、こちらはもち米のソーセージでございます。あれ、おお、外がもち米、中はソーセージ1本入っています。これはですね、すごく中国風なんですので、私たち上海でよく食べているもち米に中は揚げパンを入れるのは多いんですけど、今回はちょっと中国風のソーセージが入ってます。食ってみます。もちもち、そしてソーセージ入ってる。特にもち米は味はないですけど、ソーセージはソーセージの味です。こちらも35元で食べるので、このパークでは一番安い食べ物ではないかと思います。次はバンタージランドへ移動します。こちらの店はイスラム教の飲食を対応しているところです。ここのオムニポークオープンサンドウィッチ with ライスバンに興味があります。
でこちらがイスラム教の方に向けのサンドイッチが提供されております。一応ポークと書いてあるんですけど、本当にお肉入ってるかどうか確認したいと思います。早速買ってきます。このサンドイッチめちゃくちゃ小さかったです。私の年パスよりも小さいサイズです。これは肉じゃない、これは肉じゃない、ジャガイモなどで作られています。いただきます。バーガーの味です。下のご飯は固めですけど、お米みたいな感じです。辛さは選べるんですね。小辛にしてもらってるんですけど、まあ、ちょうどいいくらいだと思います。ここの店ではチキンやタラのタルトが販売されているそうです。今日はこちらのパックだけが販売されていないだって。残念。次はガーデンオブイマジネーションへ移動します。ホットドッグセット、サンドイッチセット見てみたいと思います。なんかホットドッグセットも70件か75件、日本円で考えると1200円ぐらいするんですけど、ちょっと50件台で食える肉類が難しいようですね。またこちらパスします。たまたまワゴンを見たら、こちらの40件で買えるコーンホットドッグがございます。はい、こちら40件で優勝しましたコーンホットドッグでございます。おお、こちらが肉が巻いているホットドッグです。真ん中がソーセージ入ってて、外がパンで巻いています。でまたさらに外の方にお肉がございます。味どうなるか食ってみます。真ん中は普通のソーセージですけど、外はパサパサしている肉が巻いてて、あとパンの味があるから、これは美味しいと思います。最後にトモロランドにも行きます。いやー、ここもですね、残念ながら閉まっています。はい、皆さん、ということで50件で上海ディズニーランドで肉系の食べ物を探してみました。しかしちょっと難しかったのかもしれません。ちょっと予算オーバーしているところが多いような気がしますが、できれば一食につき80件とか100件のご予算があった方がいいのかもしれません。まあ、しかし絶対にできないわけじゃありませんので、事前に携帯アプリでチェックしていただいて、スナックの営業時間に注意した方がいいと思います。昼しか営業してないところと夜しか営業してないところあるんで、それの時間に注意していただければ、安くご飯を食べることができると思います。それではこの動画が良かったら、チャンネル登録といいねボタンお願いします。バイバーイ。